まじま肖像衆議院議員、旗山和也衆議院議員がお見えです。日本共産党を代表して、旗山和也衆議院議員より、ご挨拶をよろしくお願いいたします。集会ご参加の皆さんお疲れ様です。紹介をいただきました、日本共産党の旗山和也です。私は比例北海道の選出で、 今、衆議院の北海道5区の補欠選挙で、野党が共同し、え <laughs> えに燃えています。<laughs> 先日は、当別省という町で演説会がありまして、私が参加してきたんですけれども、共産党の演説会ですが、壁には先週の話でしたので、民主党のポスターを貼り、池田真紀さんという候補を紹介する社会新報を封筒の中に入れて、 みんなで必ず安倍政権を倒そうじゃないかということを訴えてきました。<laughs> えー、話は TPP に戻るんですが、<laughs> その当別省の前町長さんが演説会に見えられました。実は、数年来のお付き合いになるんですけれども、確か3年か4年前に、この町で TPP 阻止の町民集会というのをやったときに、町長さんが 我が町は、データン地の歴史から土地改良を繰り返し、これだけ美味しいお米も作れるようになったと。その町を守るために、TPP など絶対許されないということをお話をされたんです。その時のことがよく私も覚えていて、演説会に来てくださって、町長さんのその話を私から再び行いました。町民の皆さん、この町を守るために、党派を超えて、 立場の違いを超えて頑張ろうじゃないかそんなふうに私訴えたんです。今国会の中で TPP を止めようと先ほどから様々な党からの共同の挨拶が続いています。私たち日本共産党も批准をさせないために頑張っていきたいと思っています。最後に一言ですがあまりにも政府のやり方がひどすぎます。影響資産が 出されましたがあの資産を誰が信じられるでしょうか完全あの雇用を前提としているから失業者が出ないという前提なんですね仕事を辞めたら次の仕事に入れるはずだから結局どんどん利益ばかりが膨らむという影響資産になっていますあまりにも現実離れしていますそれでよく読んでみたらひどいんですね 何兆円かという数字が出ていますがこれは頑張れば成果が出るまで頑張れば成果が出る <laughs> ということを書いているわけです成果が出ないのは国民のせいだと言ってる話ですよ今国会ではアベノミクスがだんだん化けの皮が剥がれてきて日本の景気が悪くなってきたら世界経済がどんどん悪くなっているからですと安倍首相は人のせいにしています TPP はこのような中で 審議されていく中で先ほどから話があったようにこれは絶対に止めなければいけないものだと思っています農家の皆さんの声子供を持ったお母さんたちお父さんたちの声何より日本の社会を真剣に考えているみんなの声を国会でぶつけて頑張っていきたいというふうに思っています頑張りりままししょううあがとございたありがとうございました。